生田絵梨花です。南は私の一つ年下。私は14歳、南は13歳で乃木坂に入った。隣にいくちゃんがいたんですよ。すごい覚えてるんですけど、このカメラどこ見たらいいんだと思うって言ったら、私には分かりませんみたいな態度を取られた時に、私もこのグループダメかもしれないってすごい思ったんですよ。南は今時の自由な感じの女の子。はじめはどう接していいのか分からなかった。南は5枚目シングルまでフロントに立つのが嫌だと言っていた。いろいろまだまだな自分と自分に与えられたポジションとの差、辛かったかな。ライブの時もいつも喋るのが苦手だからという理由で周りにいるメンバーに全部任せていた。でももうグレタっていうのもあるし、まあいろいろ、まあ言えないこともありますよ。南は天性のアイドルだと思う。プリンシパル3の時、私は衝撃を受けた。ここが女帝ルイーダの城ですわ。お芝居の本番だというのに、南は台本を持って登場してきた。その時、私は完全に負けたと思った。笑顔、誰もが全てを許してしまう、あの笑顔。喋るのが苦手だと言っていた南は、今はよく喋るようになったと思う。そう、びっくりすることがあったので。昨日夜ホテルに泊まってテレビを見てたら、はい、姫たんが CM に、でひなちまと一緒の部屋だったんだけど、うん、姫たんって言って、そう大騒ぎしてもう盛り上がっちゃって、そう見た。最初は性格的に合わないと思っていたけど、今は南といる時が本当に楽しい。わがままなことを言っていても、お姉ちゃん気分になって、ついつい甘やかしてしまう。いつか、もし、もう一度一緒にフロントに立つ日が来たら、南は私よりも喋ると思う。可愛さが詰まった、あの笑顔で。南が笑うと、みんなが幸せになる。